Wi-Fi テザリングを設定する方法をご説明します。 Wi-Fi テザリングとはスマートフォンの回線を利用してパソコンやゲーム機などをインターネットに接続させる機能です。 Wi-Fi テザリングを利用すると外出先でもいつも通りにパソコンやタブレットなどでインターネットに接続できます。それでは設定してみましょう。ホーム画面から設定をタップします。ネットワークとインターネットをタップします。テザリングをタップします。 Wi-Fi テザリングをタップします。ここからアクセスポイント名とセキュリティ、パスワードを確認、変更できます。 Wi-Fi アクセスポイントの使用をタップしてスイッチをオンにします。注意文が表示されたら内容をご確認の上、OK をタップします。これで設定完了です。先ほど設定、確認したアクセスポイント名とパスワードを他の機器に設定し、ネットワークに接続してください。